サッカーファンの皆さん、こんにちは。アルベルトスタジアムへようこそ。試合開始を前にしてスタジアムでは着々と準備が進んでいます。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。ここで生き残るのは8チームに絞られます。 FIFA ワールドカップラウンドオブ16、日本がクロアチアと対戦します。どちらもラウンド16に進出してくるだけのことはあるチームですね。ここも見応えのある試合が期待できるでしょう。キックオフが待ちきれませんね。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。冨安と吉田がセンターバックに、鎌田と遠藤が中盤の真ん中、前にはストライカーを1人置いています。この選手が攻撃の軸となりそうです。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。ルカ・モドリッチ。さあクロアチアが仕掛けていこうかという場面。ゴールに迫るも、ここはキーパーがセーブします。裏を狙う、よく見えています。キーパーがセーブ、コースを読んでいたか。ボールはエリアへ。コーナーポストにキッカーが向かいます。このクリアは小さい。危ないシーンが続いていましたが、これで一安心でしょう。日本のボールです。伊東純也、スペースへのボール、キーパーがセーブ。あっと、ここで旗が上がりました。このゴールは認められません。厳しい判定に思いますが、わずかに飛び出しが早かったようですね。これは抗議しても覆らないでしょう。ペリシッチがゴールに向かう。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。これはクリアが甘い。ピンチが続きます。ボレーシュートが決まった。素晴らしいフィニッシュです。クリアするならもっとはっきりクリアしないとダメですね。中途半端なプレーが危機を招き、相手に決められてしまいました。ちょっと集中力を欠いているんじゃないでしょうか。遠藤航、日本のビルドアップ、アタッキングサードに入ってきました。ボックスの選手に合わせました。クリアが足りないか。遠藤、決まるか。決まった。ゴール。あっさりと同点に追いつきました。
うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。この選手がモドリッチです。ボールはモドリッチへ。前を向いてアタッキングサードにボールを運びます。ここからどう得点につなげるか。ここはしっかり当たらないシュートでした。ペリシッチ、さあ勝ち越しゴールとなるか。これはキーパーのファインセーブ、決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。タックルで止めました。スローインです。狙ってきた。強烈なシュートでしたがわずかにポストの外側です。吉田麻也、ここで遠藤、ドーン、さあ富安へ。これはナイスタックル。ボールを取り返しました。深い位置でのチェック。コバチッチ、クラマリッチ、決定的なパスが通りそうでしたがインターセプトしました。危ない場面でしたがカットしました。カウンターアタックのチャンスです。うまいパス回しです。ボールロスト。コバチッチ、コバチッチに渡った。モドリッチへ。ディフェンスがうまく対応。鎌田大地、日本がアタッキングサードで組み立てていきます。ディフェンスを抜いた。シュートだ。このシュートはブロックされます。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。南野、これはキーパーのファインセーブ。ゴール前に入れた。前半終了のホイッスルです。試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。味方を走らせます。モドリッチ、クラマリッチ、現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。これはいい位置だ。カウンターのチャンスです。このチャンスは生かしたい。シュートは枠を捉えきれません。ここは得点ならず。素晴らしいカウンター攻撃でしたね。入ったと思ったんですが惜しいシュートでした。
目の離せない試合になってきましたが、データを見てもかなりの攻め合いになっているのは明らかです。このまま最後まで競った試合を見せてほしいですね。ここでポゼッションも取り返します。連携したプレスで相手のパスコースをうまく塞いでいましたね。日本がパスをカットされました。南野匠、日本がサイドのスペースに展開してきました。さあリードできるか。入った入った、ゴール。プレーを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。試合終了まで残り時間は30分です。ボールを回し攻撃のチャンスを伺います。ボールを失いました。遠藤航、いいところを見ていました。これはチャンス。またしてもゴール。これでリードは2点。ゴールラッシュの予想を呈してきました。リプレイを見てみましょうか。スルーパスをオフサイドギリギリで通してきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ペリシッチ、ボールはコバチッチへ。ルカ・モドリッチ、マルセロ・ブロゾビッチ、クラマリッチ、狙いたい。ゴールに迫るもここはキーパーがセーブします。スローイン、ルカ・モドリッチ、クラマリッチ、パシャリッチ。さあ選択肢はいくつかあります。三笘、ここで伊藤、これは大きい。中の選手に合いません。試合終了まであと15分あります。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。どうやら選手交代のようです。ニコラ・ブラシッチ、パシャリッチ、ナイスディフェンスです。まずは1点返したい。ピンチをタックルでしのいだ。三笘、これは見事なインターセプト。さあ味方も連動して動いてくる。
ドリブルで運びます。ここで抜きました。これはチャンスです。高い位置でインターセプトしました。このボールはしっかりキャッチ、寄せられています。これはいけそうだ。三笘ゴール、ゴール。終盤でさらに相手を突き放します。これでリードは3点です。この直前ぐらいからゴールの予感がしていましたね。フィニッシュもゴールの間近からきっちり決めてきました。この展開は予想できませんでした。さてアディショナルタイムは2分ですね。ブラシッチ、見事なパスカットです。試合終了のホイッスル。次のラウンドに駒を進めるチームが決まりました。まさに圧巻のパフォーマンスでしたね。監督のプラン通りに試合を運べたんじゃないでしょうか。この調子で次のラウンドでも力強いサッカーを見せてほしいですね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。